ていうのでね、比較的これか採用のねやつを送るときによく見かけるのが簡易書き留め。まあこれ結構見かけますね。定型が440円からで、ね、送れます。まあまあまあそんな狙いなんですよね、よく考えてみると。で、でこれは追跡機能がありますし、当然保証があります。で簡易書き留めの場合は最大5万円までです。これが一般書き留めね、5万円以上の場合は一般書き留めを使うわけです。つまりこれ報酬のサービスですから、まあ詳しくは簡易書き留めは何かというね YouTube の方を見ていただけたらと思いますけど、で、再生日保証で、ただねこれね大事なのはね、再生日保証じゃないんですよね、あくまでも。ですので配達予定日より遅れて届いたとしても、ああごめんなさいねだけなんですよ、いうことなんで、決してその配達日の保証がするわけでもない。で、実はこれ配達予定日より遅れて届いても保証の対象になりまして、なや一日届いて遅れて俺の心証悪くなったやないか、おそうやこれは保証があるんやから賠償やがって言っても、あいやいやいや、それは賠償の対象外ですよ。あくまでもこの5万円、最大5万円の補償というのは中に入っている履歴書のものの補償、ものの価値なんです。ですので、例えば、ね、その履歴書に、ね、例えば、ね、誰でしょう、ね、安倍晋三さんが書いた、直筆の履歴書ですって言ったら多分何言ってんの、オークションとかでもたっぷりないでしょ、価値上がるでしょ、5万円じゃ効かなくなるんじゃないですか。でも安倍晋三首相がね、安倍首相が履歴書書いてたらもっとびっくりですけど、まあもしかしたらねあるかもしれませんよね。学生時代のバイトとかで書いた、ね、履歴書が実はってこれ現物ですとかって言ったら、よくイギリスの国からとこういうオークションがありますよね。そういうあくまでもそのものに対する保証なんで、ですので例えば物がビリビリに破られました。ね、途中で雨に濡れて、ね、履歴書がぐちゃぐちゃになっちゃいましたって時に、書き留めがつけてあったら、その履歴書代を請求することはできるんですが、あくまで履歴書代しか請求できないんです。逆に言ったら。そういうものなんです。ですから、後にも、書いてあったから書いてないかも、一般書き留めにする必要は全然です。まあ一応ね、マニアック。なやり方としたら、引き受け時刻証、一般書き留めをつけて引き受け時刻証明、あくまでも私はこの時間に出したことを証明したいで言うので採用者にアピールしたいとかって言うんでしたら、まあやってもいいかもしれませんけど、で確か800円か900円かかりますからね、それかからんか600円ぐらいかな、高いですからね。あとは配達証明をつけるっていう方法あるんですけど、わざわざそれのために配達証明をつける必要があるのかね。確かに証明書は発行されますよ。ですけど、引き受け時刻証明もそうですけどね、ちゃんとこの時刻に引き受けしましたってね、証明書をパンパンっていただけるんでね、確かに私はこの時間に出してるんですってね、いうのを確かに法的な証明もできますけど、果たして新卒採用でそこまでする必要はあるのか。まあ、それで目立たせたいとかっていうね、作戦があるんだったら、まあ、ね、否定はしませんし、言うみたいなことは儲かりますからね。あの引き受け時刻証明って、よっぽどマニアックな郵便ですから、下手すら郵便局でもね、新地の人とかだったら知らないのを恐れますけど。まあまあ、あまりね、実用的でもないと思うんで、今回は排除させていただきます。気になる方は、引き受け時刻証明について説明した動画あるんですね。YouTube にぜひまた見てみてください。はい。ということで。ねえ、ですので、私ね、実は換金書き留めてどうかなと思います。で、結局多いんですよね。換金書き留めで出す人って。そうすると、これ書き留めで取れた UBS、履歴書ですよ、ポーンって言われたら、とかね。まあ、場合によってはその人、ね、採用担当者様に、サインくださいとかって言われて、これのサイン、これのサインとかって言われたら、めんどくさいな、とか。どうなんでしょうね。書き留めで取れた、この人たちを優先的に採用しようっていうふうになること、あんまり聞かないですしね。自分が採用しとった時どうだったかって言われたら、あんまそうでもなかったんですよね。とは思います。まあ、郵便のね、業務やってたっていうのもあるかもしれませんが、でもね、採用担当をやってた時は郵便業務やる前ですからね。そうですね。っていうのがあります。じゃあ、そろそろね、有効的なやつ出していきましょうよと。